鳥居、一谷宗方神社は、京都府京都市西京区、嵐山中尾下町にある神社。一谷社と宗方社の二社が一殿に祀られており、一谷社は式内社で、現在は両社合わせて松尾大社の拙者である。社殿は土月橋の南橋詰近くに鎮座する。一谷社と宗方社はそれぞれ松尾七社の一社に数えられ、特に一谷社は松尾社。 つくよみ社と共に、松尾三社に数えられる。現在の祭人は次の二柱松尾社府や神社名祭帳では、現在とは逆に、一谷社は、一木島姫の命、宗方社は、奥津島姫命と記されており、本来は、そちらが正しいとする説もある。なお、松尾七社略記では、一谷社祭人を、今年の主神とする。創建は不詳。社言では、 天智天皇7年に筑紫国宗像から誕生されたことによるという。神社の鎮座地は、桂川が穂津京を出て緩やかな流れに変わる場所になる。一谷社、宗方社はいずれも水神を祀ることから、この流れが変わる地を聖地とみなし地主神として祀られたことが、両者の始まりとする説もある。一説に、一谷とは、当社すぐ西側の大谷を指すとも言われる。 一谷社に関しては、国史では、歌唱元年に、十五位下、上元十年に、正五位下の深海、宝女の記事が見える。また、上元十二年の記事では、クズの中選書近くの宗方、一谷、清水、関、勝者の五社に対して、鴨モ上下社、松尾社と共に新中選を奉納したと見えることから、宗方社、一谷社はもともと独立者であったとされる。 延長5年成立の演技式新名町では、山城国クズノに、一谷神社と記載されて、一谷社が式内社に列している。その後、人乱2年3月25日には、松尾真社一谷旅所、老に一人とんしという記載が見えるほか、人事2年にはやはり、松尾真社である一谷宗方両社が消防して、身体を焼いたという。また、還元2年には、 山崩れが発生して大井川が塞がれ、抹茶宗方社では鏡石が落ちたという。このように、古くから、両社は、松尾大社の抹茶であった。室町時代初期の、松尾神社系大絵図では、一谷社、宗方社両社は、独立社殿ながら隣接して描かれている。明治維新後、明治11年3月に、両社は、松尾神社接社に定められた。一谷胸型神社では、 心臓として、女心臓2区と心臓系1区が伝えられている。これらの心臓は、他の松尾をこそ切末茶の心臓と合わせて、京都府指定文化財に指定されており、現在は松尾大社の宝物館に所蔵を展示されている。原点出展。ありがとうございます。